どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回はグリーン周りのアプローチ、チップショット、まあ、ピッチエンドランからランニングアプローチにかけてのアプローチショットを皆さんに正しく覚えてほしいので、サンドウェッジ、アプローチウェッジ、さらにはショートアイアンぐらいまでのところをテーマにお届けしていこうと思います。結構間違った考え方、さらにはですね、固定概念みたいなのがあったりしますので、それを少し覆したいなと思いますので、ぜひこれを最後まで見ていただいて、正しい考え方を持っていただきたいなと思ってますので、アプローチでスコアアップをしたい、そう思っている方はぜひこれを最後まで見てみてください。それでは最初に、まずサンドウェッジから、いきたいと思いますが、サンドウェッジは一番ロフトの大きいクラブで、バンカーショットで使ったりします。で、こういうサンドウェッジで小さいアプローチを打とうと思ったらトップしたとか、ね、さらには、こうダフっちゃったとかね、もうシャンクしたとかね、まあ、こう変なミスみたいなのがめちゃくちゃ出る。で、このサンドウェッジをですね、うまいこと使おうと思ったらもうくぐっちゃったとかね、こういうミスがめちゃくちゃ多いんですね。じゃあこのサンドウェッジ、近いアプローチで使うのは良くないんじゃないかということが、まあ、非常によく耳にすると思うんですけど、まさにですね、その通りです、ね、その通り、こういうクラブはですね、アプローチ、チップショットとかね、転がすような、そういうところで使うクラブとしては全く向いてません。これはある程度ボールを上げて止める、そういうところで使う、まあ、さらにはバンカーショットで使うためのクラブということなんですね。そこで、こういうクラブが使えないとなるとですね、多分こういう方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、サンドウェッジはうまく使えない、あんまり良くないから、58度とか56度とか、そういうのは良くないよ。じゃあ私アプローチウェッジを使ってアプローチしてるんです。52度とか50度を使って私アプローチするようにしてるんです、ね、サンドウェッジはあんまり良くありません。なのでアプローチウェッジでやってますね。で打ちます。そうすると一緒ですよ、ほぼほぼね。トップします。さらにはダフります。そしてちょっとくぐったような感じになります。ほとんど変わらないです。もちろんバランスがサンドウェッジの方が少し大きい、ね、バランスが出っ張ってる、後ろが出っ張ってる、ね、ソール部分が厚い、もちろんありますね。こっちの方がソールがあまり厚くない、もちろんありますが、転がそうとしているのに52度、50度同じですよ、ほとんど、ね、ですから、転がすとなればですね、まあ、極端に言うともう7番アイアンとか、さらにはですね、ユーティリティとかで転がすっていうのも有効なんですね。でまたこれは違う動画でお届けしていこうと思うんですが、やっぱりですね、ちょっと中途半端なんですね。上げなくて転がそうと言ってるぐらいですから、それは転がすようなクラブに変えた方がいいんですよ。で、52度、50度、アプローチウェッジ、アプローチウェッジというこのネーミングに結構引っ張られちゃってる方が多いと思うんですが、アプローチウェッジとかっていうのは、いわゆるピッチングウェッジとサンドウェッジの間に存在しているクラブということなので、そこにギャップが生まれたのでギャップウェッジということもあるぐらいなんですね。ですからそうではなくて、例えばこれは9番アイアンなんですが、7番とかもめちゃくちゃ本当は有効なんですよ。ただ、ちょっとパンチが入ったりとか、あとは7番は長いとか、さらには7番をグリーン周りに持っていく習慣がないとかね、習慣がなければつければいいとは思うんですが、とはいえですね、これはもうすごくいろんな方にですね、いろいろクラブを使いましょうねっていうね、こういうクラブ使ったら7番使ったらとか、そういうことをお勧めしてるんですが、ユーティリティとか使えるんだよとかね、転がすのにいいよとか言ったりしてるんですが、まあやっぱりグリーン周りに持っていくのがちょっともうすでに、ハードルがあるんですね。キャディバッグごと持っていけるツアーの選手みたいに、行くわけにはいかないので、やはりですね、グリーン周りにある程度の本数で行かなければいけないんですね。でそこで7番までなかなか持っていこうというその気持ちにならなくてやっぱりやめちゃうんですね。ですが9番アイアンぐらいですと、比較的ですね、まあ、9番ぐらいだったら持ってっていいかみたいな、まあ、短い番手だからなんとなくそれは、自分の中でですね納得がいくのか、9番アイアン結構持ってってくれる方多いですね。そうすると、
こういうですね、吸盤ぐらいで、少し小さい振りの幅で打っていくと、まず、上げる必要はありませんし、トップも、まあ、リーディングエッジの近くに当たったとしても、大してボール上がるようなクラブじゃありませんし、振りの幅も小さいですからね。なので、特別なことは全くないし、ある程度後ろから前に打っていただければ、今みたいにですね、本当にこう低くトントンと、まあ、ランニングアプローチ、ピッチエンドランから、ランニングアプローチぐらいの、イメージ、まあ、ピッチエンドランぐらいまでちょっといかないかもしれない、ね、まあ、チップショットですね、いわゆる、ちょんと打っていくような、今打ってるような、こういう振りの幅で打っていくようなアプローチを打てるわけですね。でこれをとにかくですね、中途半端にしないんですね、サンドウェッジをアプローチウェッジ、58度、52度、56度、52度、ほとんど一緒ですよ。この9番アイアンに持ち帰れば、まあ、人によってはですね、ロフトは様々だと思いますけど、場合によっては、40度ぐらいのロフトの人もいると思いますので、40度ぐらいまで立ってると、まあ、本当に短いところだと上がるような感じにはならないんですね。この9番アイアンでもロフトは43度なんですけど、43ね、43。こういうロフトでボールを打っていけば、そんなにボールを上げることもなくですね、本当にこう、転がして、ちょんちょんちょんとね、いくような、そういうアプローチが打てます。これ今打ってるのが、ほぼほぼ同じようにこう打ててますよね。特別なことは本当に何もしてなくて、グリップは短く持って、スタンスも狭くして、で、肩の動きで打ってあげれば、毎回毎回、少し当たりが良かったり悪かったりしても、ほとんどボールの飛びは変わらないんですね。これで寄せていくっていうのが非常に有効な、このクラブになりますので、ぜひですね、グリーン周りに9番アイアン、これをですね、持っていって試してみてください。これはですね、かなり使えると思いますので、もうそれこそチップインを目指すかっていうぐらいの雰囲気のアプローチになると思いますので、これを少し使ってみてください。で、ツアーとか試合とかをね、見たりするときに、サンドウェッジを使っている選手も多く見受けられ、多く見受けられるんですけど、それはですね、毎日500球とか600球とか1000球とか練習してますよ。で、さらにはですね、コンディションも非常に良いので、ボールもですね、うちはこのマットの上のようにですね、非常に打ちやすいような環境。もっと言えばですね、テレビとかで、映像で見るその選手っていうのは、上位の選手なので、下位の選手はほとんど映らないですね。ですから、失敗、アプローチウェッジとかサンドウェッジとかでミスしてしまっているような、そういうシーンっていうのは、テレビではもう見ることはないんですね、ほぼほぼ。ですから、100人いたらですね、本当に成功してる、1人、2人、それが映ってるだけで、残りの90人以上の人たちはですね、思うようにいってないような、そういうプレーになっているんですね、部分的には、ね。それはトータルとしては素晴らしい。もう最高の選手ばかりなわけですけど、ですが、やはりですね、部分的にちょっとしたミスが起きたりしているわけですね。こういう本当にですね、毎日1000球近くですね、もう500、1000球打っているような、そういう選手であっても、やはりですね、ロフトの大きいクラブというのは、スピンがかけられて、速いグリーンでも止められるという、そういう良さがあるんですが、多くのですね、アマチュアの方が打っていくような、プレーしているような、そういうグリーンではそんなに極端に速いグリーンはないと思いますので、こういうですねボールをちゃんと転がしていくような、こういう番手で、打っていくっていうのが非常に重要になります、ね。これ今、伝えたいことは今言葉でもうひたすら喋ってるんですが、やってほしいことは今この、ね、形で、見ていただいている通りですね、特別なことは本当になくて、でもう少し振りの幅を、例えば大きくしていっても、これもですね本当にこうトントントンと、いくような感じで打てますので、かなり有効なショットになりますので、ぜひ使ってみてください。正しい考え方、間違った考え方を持たないように、正しくクラブを理解する、そして、ボールをもし転がすのであれば転がせるクラブを持ってですね、打っていけば確実に寄せることができますので、ぜひね、正しくこういうことを覚えて、使ってみてください。今回はアプローチ、としてですね、まあこれ、ごめんなさい、最後ね、なんでこんなことを言ってるかというと、めちゃくちゃ多いんですよ。アプローチウェッジでやってますっていう方がめっちゃ多いんですね。ですけど、それ何したいの、転がしたいのっていうことで、転がしたいんだったらそれがあんまり転がるクラブじゃないよっていうことになりますので、まあ、ちょっと100個譲ってピッチングウェッジですね、それぐらいの番手でやっぱり転がしていくべきだと思いますので、ぜひこういうクラブで、ボールを転がしていくと、ね、これを実践してやってみてください。皆さんのためになる動画をですね、毎日配信していますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。